こんにちは、上原千優です。今日は瞑想が免疫力を高めるという、調査研究についてお話ししたいと思います。まあ、免疫力というのはですね、本当に私たちのこう体にとってはとても大事なもので、まあ、風邪をひいたりとか、あとはまあインフルエンザですとか、そういった病気に対する抵抗する力ですよね。で、私たち の体は、毎日ですね、がん細胞も生まれてるんですよね。で、なんでじゃあがんにかからず、健康でいられるのかというと、免疫力があるからなんですよね。で、これに対して免疫力が下がってしまうと、同じ強さのウイルスでも端的に言ってですね、かかってしまうということになりますね。免疫力が下がると。ですから、免疫力を高めるというのはとても大事なことになります。で、まあ、瞑想の話に入る前にですね、ちなみに免疫力を高めるのには、何といっても睡眠が大事ですね。アメリカのカリフォルニア大学の研究によると、睡眠時間が7時間以上の人に比べ、6時間未満だった人は風邪にかかる確率が 4.2 倍高いことが判明したそうです。また睡眠時間が5時間未満の人は風邪にかかる確率は 4.5 倍に急増しました。という感じで、まあ、ざっくり言うとですね、睡眠不足6時間以下の人は4倍以上こう風邪ひきやすいっていうような結果が出ていたように、まあ、何といっても免疫力を上げるためには睡眠が大事なんですね。で、それプラス、今日は瞑想も、免疫力を高める力があるという調査を、ご紹介したいと思います。これはですね、アメリカウィンスコンシン大学の研究で、被験者48人を対象に、次のような実験を行いました。全員にですね、インフルエンザワクチンを接種した後に、全体を2つのグループに分けます。1つは、毎日瞑想を、するグループ、これをね、8週間、まあ、約2ヶ月ですね、続けました。そして、もう1グループは瞑想しなかったグループですね。で、それをが8週間後、再度ですね、血液検査を行ったところ、毎日瞑想したグループはそうでないグループに比べ、体内のインフルエンザ抗体数がはるかに、多いっていうことが判明したんですね。このインフルエンザ抗体数というのは、まあ、要するにインフルエンザに対する、抵抗力ですよね、が上がったということで、まあ、免疫力が上がったとも言えますし、と同時にですね、またその瞑想していたグループっていうのは、右前頭葉に比べ左前頭葉が活発に活動しているという結果が得られたそうなんですね。で、これは、右前頭葉に比べ左前頭葉が活発に活動しているほど免疫力が高いという実験結果もあるそうで、これを踏まえて、瞑想には免疫力を高める、力があるということがこの研究調査で言われています。私もね、びっくりしたんですけれども、こう本当に瞑想するだけで、しかも8週間ですね、たった2ヶ月瞑想するだけで免疫力まで上がってしまう。ですので、まあ、ぜひですね、特にこう冬、こうインフルエンザなんかが流行る時期にはよく睡眠をとって、そして瞑想していただくといいかもしれません。ということで、このチャンネルではこのように瞑想で役立つお役立ち情報を発信していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録お願いいたします。